皆さんこんにちは、ジマリンです。今日は毎月恒例のコストコの購入品紹介をやっていきたいと思います。今回は9月の購入品紹介の前編になります。後編はまたこの後別の動画であげようと思っているので、よかったら前編後編合わせて見ていただけると嬉しいです。まず今回の前編では日用品、お酒、あとは冷蔵冷凍以外の食料品をご紹介して、後編の方では主に冷蔵冷凍の食料品をご紹介していきたいと思います。それでは早速スタート。それでは早速まず一つ目の購入品なんですが、こちらですね。ここにあるモコモコのブランケットです。すごく大きいブランケットなんですが、大きさが 152cm×177cm のブランケットです。こちらのお値段が1788円でした。もともと私が行った週末に同じように大きいブランケットのストアクーポンが出ていて、ずっとね、柄が可愛いなと思っていたので、本当はそれを買おうと思って今回行ってきました。ただ実際に行って触ってみたら、すごくね、薄くてペラペラしてる感じで、こう、モコモコっとした感じがなかったので、一回ね、買うのをやめたんですけど、ちょっとね、膝掛け大きめのやつが一個どうしても欲しかったのと、これがね、ちょうどそろそろ秋になるということで出ていたんですけど、こうね、動画でも多分ちょっと伝わると思うんですがね、すごくこう、モコモコして分厚くって、触るとね、ものすごくふかふかしているブランケットなんです。で、色が何色かあったんですけど、私は何の色でも合うようにちょっとね、このベージュっぽいのを選びました。で、この内側の白いこのモコモコはどの色でも変わらなくて、このベージュのところ、今こう外側になっているこの部分ですね。ここのところが色が何色かありました。確かね、ブルーとかグレーっぽい色もあったと思います。で、こちらの裏に結構細かく色々書いてあるんですけど、日本語だとね、本当にちょこっとしかね、説明が書いてなくって、ポリエステル 100% で中国製、ご使用の前にこれだけで単独で選択してくださいっていうことが書いてあります。ちょっとね、一回広げてみましょう。今この紐をね、カットしたんですけど、めちゃくちゃやっぱ大きくて、なんかもう布団ぐらいありますね。サイズが170センチ以上縦があるので、私身長がね165センチくらいなので、もう確かに布団としても全然使える大きさですね。これがねちょっと今分かりづらいんですけど、横幅で私がねこう両手をこう広げてギリギリこう両端が持ってるぐらいの大きさです。で、縦が170何センチかあったので、もうほんとね、シングルの掛け布団くらいのサイズ感があります。で、重さはね、そんなになくて、適度にちょっと重みはあるんですけど、そんなに重い感じもなく、結構やっぱりね、これがね、ふかふかして気持ちいいです。で、今膝にちょっと乗っけてただけでも、すごくね、ポカポカ膝がしてくるので、今年の冬はね、ちょっと編集するときとか、ブランケット大きいの欲しかったので、これを使ったりとか、あとね、結構リビングで主人もお昼寝するんですけど、でもすごくちっちゃいね、すごい本当にちっちゃいブランケットで、二人で順番に使ってたので、これもね、使いたいなと思います。本当にね、ストアクーポン出てるやつはペロペロだったので、買おうかなって悩んでる方は、ぜひちょっとね、触ってみてから決めてみてください。続いての商品がこちらのクリアケアコンタクトの洗浄液です。360ml が2本入って1パックになっているのを2つ購入してきました。で、こちら2本入りのセットが1700円のところ430円のストアクーポンが出ていたので1270円で購入ができました。なので1本あたり635円です。私も主人もずっとツーウィークのコンタクトを毎日使ってるんですけど、このね、クリアケアっていうシリーズがちょっとね、お値段は安くはないんですけど、こう手のひらで洗ったりする手間がなくって泡ね、こうシュワシュワっと出てきてコンタクトをね、すごく綺麗にしてくれるので気に入ってもずっとこれをね、昔から使ってます。で、ただ使ってるんですけど、売ってる場所によって値段が全然違くって、で、コストコでもいつも売ってるんですけど、これ1700円で日本にだと正直ね、全然安くないんですよ。楽天とか、あとはコンタクト屋さんとかで、こう、まとめてたくさん買えば買うほど値引き率が上がっていったりするので、こう、日本単位で買うのってね、普段はコスパあんまり良くないんですよ。ただコストコって本当に1年に本当数回だけ、なぜかこのクリアケアがめちゃくちゃ安くなる時期があって、で、今回たまたまこの前の週末がその時期に被っていたので、インスタのストーリーズの方では、安いよっていうのをご紹介しといたんですけど、そういう感じでね、めちゃくちゃ安かったので買ってきました。
で、本当はですよ、めちゃくちゃたくさん買おうと思ったんですけど、さっきお伝えしたようにこのクリアケアってまとめ買いした方が安いので、うちはいつもね楽天でもう20本近くこうまとめてドカッとねこう何ヶ月かに1回買ってるんですよ。で、それがまだ10本くらいにあったので、あんまりたくさん買いすぎてもなって思ったんですけど、やっぱり安かったからね、せっかくなら買っておこうと思って2セット買ってきました。普段のコストコは安くないんですけど、たまにねこの400円から500円程度のストアクーポン出るので、クリアケア使っている方はぜひねちょっとチェックしてみてください。で、普段はね1700円で2本入りは全然安くないので、そのあたりはねぜひ値段を見て購入を検討してみてください。続いての商品がこちら。こちらはねもう何回もリピートしているパスタなんですが、バリダというブランドのパスタなんですが、500グラム入りが6パックで、合計3キロでお値段が899円でした。こちらのこの青いね、箱が特徴のパスタなんですが、こちらのパスタは本当にね、太すぎず細すぎず、すごくね、美味しいパスタなので、我が家はいつもパスタはこちらを買ってます。で、これのいいところが、こんな感じでね、6パック入ってるんですよ。ちょっと分かりづらいんで箱を開けますね。開けてみるとこんな感じですごい分かりやすいんですけど、こういう感じで 500g 入った箱が全部で6個入ってます。なので小分けにもともとなっているので、すごくね使いやすいです。こちらのベリダのパスタで全く中身は多分同じなんですけど、なんかねすごく大きいジップロックみたいな袋に入っていて、5キロ単位で売っている方もあるんです。で、それがね 1,2 ヶ月前から出てきていて、そっちの方が安いのかなと思ってちょっとね買う時に値札をね見たんですけど、その値札の下にちっちゃくね 100g あたりの価格が書いてあるんですけど、それはねこの小分けになっている方と全く同じ値段でした。なので同じ値段だったら、まあいきなり5キロもね、うちは2人暮らしなのでいらないし、こうやって小分けになってる方が使い勝手もいいよねっていうことで、我が家はこっちを購入してきました。ただ見てると、皆さん結構大きいジップロックの方を買ってる方が多かったんですけど、まあ、個人的にはこっちの方がすごくね、使いやすいのでおすすめです。続いての商品がこちらです。ちょっともう開けちゃってるんですけど、こちらは、新ジャンルと呼ばれている、まあ、発泡酒みたいなビールですね。で、ベルジャンゴールドっていうもので、330ml が24缶入って、お値段が1998円でした。こちらもね、ずっと気になってて初めて買ったんですけど、ベルギー産のビールになります。まあ、ビールといっても、先ほどお伝えしたように、まあ、第3のビールって日本では言われてたり、新ジャンルって言われている、まあ、正式にはビールでもないし、発泡酒でもない、まあ、ビールっぽい飲み物になるんですけど、これ 330ml で日本で売ってるものに比べるとね、若干こう缶がね、こう短いかなっていう気はするんですけど、まあ、1本で、ね、90円切ってるんですよ。80いくらだったかな、計算したら。ちょっとテロップで入れておくんですけど、1本あたりの値段が結構安くって、で我が家はね2人とも本当お酒好きで、特に まだ暑い時期はやっぱりビールがどうしても飲みたくなるので、試しにね買ってみましょうということでこれ買ってみました。で、実はコストコ行ったのが昨日なので、ここのね抜けてる部分は昨日の夜早速冷蔵庫に入れて2人で飲みました。飲んだんですよ、もう待ちきれなくて開けちゃったんですけど、これがね結構ね美味しかったです。なんかベルギーのビールって個人的なイメージで、こうエールビールとかホワイトビールに近いようなこう風味というか、香りが強い苦味の少ないビールっていう印象が結構強くって、で私は結構ね日本のこう苦味がしっかりあるラガーが好きなので、私はあまり好きじゃないかなと思ったんですけど、結構美味しかったです。日本のビールで例えられないんですけど、日本のラガーから苦味をちょっと抜いて軽さと香りを少し足してるな、でもプレモルとかみたいに香り強くなくて、すごい飲みやすいビールです。なので1本あたり、まあ、さっき言ったように90円切ってるので、まあ、言ってしまえばオールフリーとか買うよりも全然安いんですよ。で、Amazon とか楽天とかで売ってるんですけど、それを見ると1本で120、30円ぐらいしてます。なので一応私調べ、自慢言う調べではコストコが一番安いと思います。なので、まあ、日常飲むビールとしてはね、これはめちゃくちゃいいかなと思って、結構ね、おすすめです。で、ちょっとね、本当は着いた時の色とかもお見せしたいんですけど、今ね、ちょっと月曜日の朝の9時ぐらいなんですよ、まだ。で、さすがにちょっとね、まだビールは飲めないかなということで、実際に着いた時の色とかは、ちょっとインスタの方でご紹介していきたいと思います。で、ちょっとね、これだけじゃなくて、この後ワインも出てくるんですけど、ワインもちょっとまださすがに飲めないので、そちらもね、ちょっとインスタの方で紹介していくので、よかったらね、概要欄の方からインスタ見て待っててください。ということで続いてワインをご紹介します。はい、こちらがワインでございます。
こちらが MAN って書いてあるんですけど、マンって読むのかな、それとも MAN なのかちょっとわかんないですけど、赤ワインですね。こちらが 5.25 リッター入ってお値段が2498円でした。こちらはこう中に大きいビニール袋みたいなのが入ってて、でここからこうね穴を開けると注ぎ口がこうひねるとジャーンと出てくるやつが出てくるので、まあ、このまま冷蔵庫に入れておくタイプなんですけど、試飲をしていて、でずっとね気になっていたのでちょっといただいてきました。でそしたらねめちゃくちゃ飲みやすい赤ワイン でしかもこれ 5.25 リットル入って、でワインってだいたい720ミリリットルとかかな、なのでこうボトルあたりの値段で割ると1本あたり確か370円なんですよ。で370円のワインってスーパーとかで買うともう本当に簡単なワインというか最安値みたいなワインで、味もねあんまり美味しくないなって、正直まあ安いからまあこれぐらいかなっていう感じのイメージなんですけど、こちらはね結構美味しかったんですよ。まあボトルがない分中のワインにもしかしたらこうお金を注げるのかもしれないんですけど、試飲をした印象としては結構ね渋みがそんなにない飲みやすい赤ワインでした。で結構ちゃんとねブドウの味もしっかりしてこうスススッと飲めちゃう危ない赤ワインでした。でこちらなんですが南アフリカ産のワインになっています。で開け方なんですけど、私もちょっとこのタイプ買うの初めてで試飲してた店員さんに聞いてきたんですけど、ちょっと重すぎてこれ以上近づけられないんですが、 A と B ってここにねこう書いてあると思うんですけど、この A のところから注ぎ口が出てくるらしいです。で一応店員さんに聞いた開け方としては、まず、ね、B のところに切り込みを入れてそこから A のところをパコッと外すと注ぎ口が出てきますって言われたので、ちょっと試してみますね。よいしょ、B を開けて、これ点線が書いてあるんですけどあんまり綺麗には開かないですね。よいしょ、で A を開ける、あ、綺麗に開かない。でそうすると注ぎ口が出てきました。ありました。でもちょっと綺麗に出てこない、どうしよう。ちょっとこの上に乗せてみましょうか。よいしょ、はい、ここ見えますかね、ここに。ちょっとね、あんまり綺麗にはできなかったんですけど、多分こうやるのかな。あ、こうですね。こうだ。こんな感じで注ぎ口が出てきました。なんかね、綺麗にまっすぐ出てこないんですけど。で、これを、多分この赤いところを開けて、で、この下にね、こう注ぎ口のところに、銀色のなんかホイールみたいな、なんかこう、蓋がしてあるんで開けると、あとはこう回したら出てくるっていう感じです。なので、ね、もう我が家お酒飲み放題状態でございます。でしっかりこう封がされていて、中のビニール袋もねしっかりのにキュッて閉まってるんですよ。なので、まあ、その店員さんがおっしゃるにはこう味が品質が落ちづらいで最後まで結構美味しく飲めるって言っていました。ただねこれを飲み切るまで冷蔵庫に入れておかないといけないので、まあ、冷蔵庫がある程度大きくないとちょっと厳しいと思うんですけど、まあ、個人的にはね赤ワインって別にそんなに冷蔵庫に入れる必要もないと思うので、まあ、このまま別にねキッチンに置いといてもいいかなとは思います。続いての購入品がこちらの柔軟剤です。フリアフレグランスのここに書いてあるんですが、コストコの限定の香り 1750ml が2つ入ってお値段が1298円でした。これは特別ねそんなにすごい安いってわけではないんですけど、まあ、柔軟剤そろそろ買い時だったのと、このコストコ限定っていうのがちょっとどういう感じかなって気になったので買ってみました。ちょっとね早速開けてみます。開けてみるとこんな感じになっています。でここに香りの強さっていうのが あるんですけど、結構香りは強めみたいですね。ちょっとね開けて香りをお伝えしようと思います。あ、思ったより全然癖ないですね。ローズの香りって名前がついていると、結構なんかバラのすごいきつい匂いがするやつがたまにあるので、まあ、それだったらね嫌だなと思ったんですけど、よくよく見たらバラの絵はめちゃくちゃ書いてあるんですけど、天然ローズオイル配合で香料の中に配合って書いてあって、香り的にはフローラルガーデンの香りなので、結構なんというかな、当たり障りのないって言っていいのかわかんないんですけど、多分そんな買って、うわ、嫌な匂いきついなって思う方はそんなにいないんじゃないかなと思います。続いての購入品がこちらの
アリエールのジェルタイプで、詰め替え用が6個入ってお値段が2598円でした。詰め替え用の、ね、大きいタイプが6個入ってこのお値段なので、計算したらね、1個あたり、まあ、400円ちょい、430円ぐらいかな。なので、まあ、比較的安いなと思って買ってきました。中はこんな感じで、まあ、普通に大きい詰め替え用っていう感じですね。でうちはあのドラム式洗濯機で、詰め替え用のやつをね、こうダバダバダバってまとめて入れておけるタイプの洗濯機を使っているので、まあ、こういう詰め替え用いっぱいあると便利だなと思ってまとめ買いしてきました。続いて前編最後の購入品がこちらの、バスティッシュトイレットペーパーです。これが30ロール入ってお値段が2098円のところ400円のストアクーポンが出ていたので1698円でした。こちらのトイレットペーパーなんですけど、よくね、一度使うとハマるっていう風に、まあ、言われていて、私も以前に初めて買ったんですけど、やっぱハマってしまって、普通にね、ドラッグストアで売っているトイレットペーパーだとなんか薄くて心もとない気がしてしまって、最近もこちらをリピート買いしています。ちょっと前までは在庫が少ないとかトイレットペーパー不足だって言われていて、この中に、ね、開けると6個ずつにパック分かれてて、それが5個入ってるんですけど、その6個入りのパックの状態で、一家族1個とか2個までっていう制限がつけられてたりとかしていて、で、それが初夏ぐらいかな、5月とか6月ぐらいになって1個こう丸々この状態で買えるようになったなと思っていたら、いつの間にか個数制限、一家族1個までとかいう制限もなくなり、で、今回はなんと400円のストアクーポンが出ていたということで、もうこれを目当てに今回は行ってきました。このバスティッシュが安くなってるっていうのは、ここ最近ではね、本当になかったので、良かったなと思います。で、周り見てたら結構皆さんやっぱりこれ買っていたりとか、これをね、2個も買ってる人もいて、トイレットペーパーすごいなぁなんて思ったんですけど、お家にね、置く場所さえあれば、結構ね、安い時にはやっぱまとめて買っとくといいと思います。で、こちらのペーパー30ロールでこのお値段なので、まあ、コスパは正直そこまで良くはないです。ただ、ドラッグストアで普通に買うトイレットペーパーよりも、めちゃくちゃね、大きいんですよ。厚みもあるし、巻きもめちゃくちゃ巻かれているので、まあ、正式にちょっと計算して値段出したことはないんですけど、まあ、そこまでコスパ悪いなっていう感じは正直しないです。まあ、ちょい悪かなっていう、でもこれぐらい使い心地が良かったらまあいいかなって思えるぐらいの感じです。はい、ということで、今回9月の前編がこんな感じでした。ということで、次回後編の方では食料品、冷蔵冷凍品を、メインでご紹介していくので、よかったら、ね、食料品皆さん気になると思うので、ぜひ次回も見てもらえると嬉しいです。ということで、今回も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価ボタンと、あとね、コメント一言でもいいので残してもらえるとすごくすごく嬉しいです。ということで、ぜひ後編も見てください。バイバーイ。